赤星です。どうもサクサクミルクの赤崎です。この顔にピンときたら渡辺です。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。今回デカ盛り戦隊豚レンジャーです。すごい名前。和光にございます、はい、ね、東武東上線、和光市駅から、まあ、歩いて徒歩10分ぐらいのところにあるんですけども、なるほど、店主さんがですね千里眼のご出身という情報がありまして、外観も似てるね。なんかそうなんですよ。ちょっとこの赤、ね、赤黒、ね、そう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 、はいはい、でまあ食券を見ていきますけども、うん、基本メニューはラーメン、味玉ラーメン、混ぜそば、辛混ぜそばの4種類なんですけど、はい、夏になるとこの混ぜそばの部分がつけ麺というふうになります。あ、なるほど。今回はその混ぜそば大を選択です。これ混ぜそば、すごい混ぜそばでこの高さ。そうなんですよ、この標高すごいですよね、うん、でちょっとちょい辛というのがありまして、これなんとですね単なる唐辛子ではございません。はい、後ほど紹介していきましょう。なるほど、何入ってるんだろう、ね、いきなりいっちゃいますけども、このちょい辛野菜から、つまんでいきましょうか。おっとっと、溺れないようにね、取って。いや、こぼれたよ。しょっぱなこぼれたよ。ちょっとだけ。ちょい辛というのはですね、魚粉と唐辛子のブレンドのオリジナルトッピングなんですよ。はいはい、なので辛さに加えてちょっと魚粉のほんのりした甘みが特徴的なパウダーなんですね。ああ、どう。でこのちょい辛はね、マシマシも可能でして、味がめっちゃ変わっちゃうんで別皿で提供というのも大丈夫ということで。ああ、千里眼も唐揚げをね別皿で。あ、そう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 、そういうシステムみたいな。でまあ美味しかったんだけど、すぐちょい辛なくなっちゃったんで、デフォ食えよ。デフォ食え。いや、やっぱり卓上返しで野菜をねちょっとやっぱり増していかないと。そう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 、まあものすごい増し増し量なんでね、あのちょい辛を増し増しにして、あの野菜を食べてもよかったかなというのが課題でございます、はい、いろんな食べ方がね。そう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 、でもひたすらにこの愛情野菜をまずは食します。来ました。汁なしなんですけども、なんとデフォルトで 白髪ネギも入っている。まあ、置いとくけど。すごいね。一旦置いとくけどね。置いとくんかい。こちらが巻き豚ペコ。お、あ、太い。厚さがね。熱い熱い。さらにすごいね。で豚増しにしたらですね、相当な満足度が得られるのではないかと。この分厚さがね増しだと。そういうことなんですよね。そして来ました麺で。あ、ふっと、いや、いいね。これはいい太さなんですよね。すごい。おー、とっとっとっと。思いっきりすすりたくなる極太しわくちゃ麺ですね。ちょっと静止させてますが、はい、ちょっと脳みそ乗っけたみたいな。そうやば、しわくちゃ感になってますけども。どんどん皮膚下手になっていってるよね。いやいや、そんなことない、そんなことない。このしわ加減がうまそうと思ってね。あんまり脳みそうまそうって思う。思わない。神経の持ち主。いやいや、そんなことない。まあちょっと例えがね、近かったかなと思って。まあ、この麺はもちもち、もちもち食感が凄まじく、シロで食べられる麺とはまたちょっと何かが違う。食感になってるんですね。で、さらにですね、混ぜそばにはキクラゲも入ってますので、またちょっとコリコリした食感が楽しいっていう顔なんかもついちゃったりして、まあアクセントでね。まあ顔も上手。それを顔で表現してくれよ、この映像の中の。ちょっとね、口までしか映ってないから。切れてるし。そうですね。なるほど、参考にしますこれはね。ここでね、ニンニクを、うわすごい量。これはすごいな、これ結構増してくれますね。シャワー、いや、行きたいんですけども、はい、ここでなんとこの、ま、混ぜそばなんですけども、魚粉などもあっても返しの粘度が高くて、ニンニクにかける時の汁がもうないんです。あ、なるほど。そうか、そうか。結構珍しいですよね、混ぜそば汁なしで下の汁がないっていうのは。本当に汁なしなんですね。本当にそうなんですよ。普通の混ぜそばもこのぐらいの量から始めるもん、ね。あ、まあまあそうね。こっから混ぜ始める。で、卵黄をちょっと潰していきまして、ニンニク卵黄を作っていくんですね。まさにオリジナルニンニク卵黄。まさにまさに、はい、まさにニンニク卵黄を作っていきましょうね。よいしょ。おっと、こいつはうまそうに引き出すな、またね。自分で言ってる。これうまいんすよ、本当に。自画自賛ですね。卵黄の滑らかさがですね、麺を包み込んでいきまして、ニンニクの刺激、それがこう後からこうグーッと、おーし、あー、なるほどね。グーッと、まろやかさもあって、さらにしっかりと混ぜていきまして、丼全体にこう、もう勢いだとするって出るね。いや、これも沈めば沈むほどうまいよね。あ、そういうことですよ、本当に。さらに忘れてましたけども、ゴリゴリタイプの黒胡椒、はいはいはい、なのか、ちょっとこう白いのも入っててブレンドされている、まあ塩と黒胡椒のブレンドだったのかな。わかんないな。
ちょっとね、わかんない。情報頼むよ、ちょっと。本当だよ。かな、これは。まあ、白も入ってたんで、塩なんでしょう。ね。まあ、豚レンジャー麺は表面の油分が高いんですね。胡椒の辛みも強くなって、もパンチがすごいということなんですね。はいはいはい、ここでやった私の表情もほら。ね。用意してますから、僕の表情見える。実際干してなかった。なんでなんだ。発生発生をもう、どんな状態か。で、ここでちょっとね、あの、きつくなってきたら。お酢をちょっと増していただきましょう。お酢は大変いいですね。そう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 。僕はね、黒ウーロン茶よりもお酢の方が、あの、油を分解してくれる、ちょっとあの自分の体に合っている分解方法なんで。あ、まあ結構みんな黒ウーロンね。そう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 。私の場合はお酢なんだよ。なるほど。そこ要チェック。なんだその赤星豆知識。いやいやいや。それがガッチする人も世の中にいるからね。赤星行きたいね。足腰の91歳、ね、あら高い、結構高めに参りましたね、はい、いやー美味しかった、ね、レンジャーっていうだけにすごい種類がね豊富でも、あーそう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 、まあそういうのもあるのかな、うん、うん、まあ基本的にはあの麺イエローとかチーズイエロー、あーなるほど、ちゃんとかかってた、あーそれは俺が考えたんだけど、なんでお前かい、お前かい、イエロー2個あったことにちょっと気づいた、マジで感じなかった、ということで豚レンジャーさん、まあ名前がすごいですね、名前がなかなか風変わりな、え、何レンジャーが世代でした、いや核レンジャーですね、核レンジャー、あ、大レンジャー、あ、大レンジャー、僕は電子戦隊電池マンですね、いや、こんなだってレンジャーで来てんのにマンで来るって何なんだ、電池マン、電池マン、レンジャーだいぶ前だ、ある程度まではマンだから、ある程度までは、うん、ある程度まではマンまあ昭和のマンですけど、その前10レンジャーの、あーターボレンジャーから多分レンジャー、その前ジェットマンです、そんな戦隊もの情報も入れつつあるマシマシ TV、 これ入れていきます、はい、これは入れていきます、ということでデカ盛り戦隊ブタレンジャー、また見てね、ジュワ、thank you.